はいどうも、皆さんこんにちは。キラです。ということで、今回は、ポケットモンスターソードシールドまでの全890匹の種族値ランキングトップ10を作成しました。ぜひご覧ください。その前に、ランキング発表の前に2つ注意点がございます。1つは、順位の付け方です。普通順位というのはね、対象が全体に対して何番目であるかということを示すものでね。例えば、1位が2人いた場合、次の人は上から3番目ということになるので、3位ということになるんですけども、今回のランキングでは、もし1位が2人いたとしても、次は2位という付け方にしてます。特殊なね、ランキングの付け方なんで、疑問に思う方多いかもしれないんですけども、今回これでいきます。2つ目は、今回のランキングに、解き放たれしフーパーがね、ランクインしてるんですけども、オメガルビーの全国図鑑に登録される前に3の方に送ってしまい、戻せなくなったんで、変身後の映像が用意できなくなったということで、変身前のね、姿に入れは変わっております。あらかじめご了承くださいということで、皆さんはね、幻のポケモンは大切に扱いましょう。めったに手に入んないからね。話が長くなったんですけども、今からランキングの方に移ります。それでは、どうぞ。10位、張手山144、同率9位ケッキング150、同率9位フアライド150、同率9位ギラティナアナザーフォルム150、同率9位ギラティナオリジンフォルム150、8位カビゴン160、 7位ママンボウ165、 6位ホエルオウ170、 5位ソーナンス190、 4位ジガルデパーフェクトフォルム216、3位悪事キング223、 2位ラッキー250、同率1位ハピナス255、同率1位無限ダイナ無限ダイマックス255、10位ネクロズマ黄昏のたてがみ157、同率9位メガバシャーモ160、同率9位ケッキング160、同率9位レジギガス160、同率9位メガディアンシー160、同率9位解き放たれしフーパ160、同率9位ヒヒダルマダルマモードガラルの姿160、 8位メガバンギラス164、同率7位メガジュペッタ165、同率7位ラムパルド165、同率7位メガエルレイド165、 6位ウルトラネクロズマ167、同率5位メガガブリアス170、同率5位ブラッククレム170、同率5位ザシアン剣の王170、同率4位原始グラードン180、同率4位メガレックウザ180、同率4位デオクシスアタックフォルム180、 3位神剣181、 2位メガヘラクロス185、1位メガミュウツー X190、同率10位メガバンギラス150、同率10位メガメダグロス150、同率10位レジスチル150、同率10位ニダンギル150、同率10位メレシー150、同率10位ディアンシー150、 9位ドヒドイデ152、同率8位イワーク160、同率8位原始グラードン160、同率8位デオキシスディフェンスフォルム160、 7位トリデプス168、同率6位メガヤドラン180、同率6位パルシェン180、同率6位ボスゴドラ180、 5位クレベース184、同率4位ハガネール200、同率4位レジロック200、 3位ツンデツンデ211、同率2位メガハガネール230、同率2位ツボツボ230、同率2位メガボスゴドラ230、 1位無限ダイナ無限ダイマックス250。10位ネクロズマ暁の翼157、 9位メガリザードン Y 159、 同率8位メガラティオス160、 同率8位メガディアンシー160、 同率7位メガ電流165、 同率7位メガサーナイト165、 6位ウルトラネクロズマ167、同率5位メガゲンガー170、同率5位ホワイトキュレム170、同率5位解き放大師フーパー170、 4位電樹木173、 3位メガ風鈴175、同率2位原始海洋画180、同率2位メガレックウザ180、同率2位デオキシスアタックフォルム180、 1位メガミュウツー Y 194。 10位トリデプス138、同率9位マンタイン140、同率9位海洋画140、同率9位ギルガルドシールドフォルム140、 8位ドヒドイデ142、 7位ザーマゼンタ盾の王145、同率6位メガラティアス150、同率6位レジスチル150、同率6位ダイノーズ150、同率6位メレシー150、同率6位ヌメルゴン150、同率6位ディアンシー150、同率5位ルギア154、同率5位鳳凰154、同率5位フラージェス154、同率4位原始海洋画160、同率4位デオキシスディフェンスフォルム160、 3位レジアイス200、 2位ツボツボ230、 1位無限大な無限大マックス250、同率10位ザシアン歴戦の勇者138、同率10位ザマゼンタ歴戦の勇者138、 9位女神ミュウ 2Y 140、 8位ドラパルト142、 7位ゼラオラ143、同率6位メガスピア145、同率6位メガジュカイン145、同率6位アギルダ145、 5位ザシアン剣の王148、同率4位メガ風鈴150、同率4位マルマイン150、同率4位メガプテラ150、同率4位デオキシスノーマルフォルム150、同率4位デオキシスアタックフォルム150、 3位ペローチェ151、2位テッカニン160、 1位デオキシススピードフォルム180、 同率10位ケッキング670、 同率10位海洋画670、 同率10位グラードン670、同率10位レジギガス670、同率10位ザシアン歴戦の勇者670、同率10位ザ・マゼンタ歴戦の勇者670、同率9位ミュウツー680、同率9位ルギア680、同率9位鳳凰680、同率9位レックーザ680、同率9位ディアルガ680、同率9位パルキア680、同率9位ギラティナアナザーフォルム680、同率9位ギラティナオリジンフォルム680、同率9位レシラム680、同率9位ゼクロム680、同率9位ゼルネアス680、同率9位イベルタル680、同率9位解き放たれしフーパ680、同率9位ソルガレオ680、同率9位ルナーラ680、同率9位ネクロズマ黄昏のたてがみ680、同率9位ネクロズマ暁の翼680、8位無限ダイナ690、同率7位メガバンギラス700、同率7位メガボーマンダ700、同率7位メガメタグロス700、同率7位メガラティアス700、同率7位メガラティオス700、同率7位メガガブリアス700、同率7位ブラックキュレム700、同率7位ホワイトキュレム700、同率7位メガディアンシー700、6位ジガルデパーフェクトフォルム708、同率5位アルセウス720、同率5位ザシアン剣の王720、同率5位ザ・マゼンタ盾の王720、4位ウルトラネクロズマ754、同率3位原始海洋画770、同率3位原始グラードン770、同率2位メガミュウツー X 780、同率2位メガミュウツー Y 780、同率2位メガレックウーザ780、 1位無限ダイナ無限ダイマックス1125。はい、以上が2020年3月現在の手動口ランキングトップ10になります。ソードシールドが発売されてさらにランキングが変化しました。いろいろ言いたいことがありますけども、まあそれでもやっぱこれでしょう。誰しもが思ったこと、無限大マックス無限ダイナが強すぎる。HP はハピナスに並び、今まで防具特防で1位を死守し続けていたツボツボを追い抜き、合計指導口は前人未到の4桁。もうすごすぎかこいつ。これを超えるポケモンが現れるのかといった感じですね。今年ソードシールドの追加コンテンツで配信される鎧のこと、冠の雪原でウーラオス、バドレックス、新レジ系統などの新ポケモンが追加されます。こいつらがどれほどのステータスになるかといった感じですね。場合によっては680属の禁止級伝説が合計種族種トップ10から陥落する可能性がありますからね。将来無限ダイナの完全体やメガアルセウス的なね、ポケモンが出てくるかもしれないので、これからのポケモンが楽しみですね。またランキングが変動したら種族種ランキングを作成していくので、ぜひご覧ください。はい、ということで今回は以上になります。この動画が良ければぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタン、コメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。